こんにちは。やるです。えー、今日は、えっ、ー、と、4月の17日、えっ、ー、と、月曜日です。はい。今日はこの遅生の思い出、えっ、ー、と、朝9時から5時まで、休憩時間0分ということで、えっ、ー、と、一日頑張っていきます。えー、じゃあですね、今日も、えっ、ー、と、コメント読みをしていきますが、えっ、ー、と、新しいものからまた読んでいきます。えっ、ー、と、サーブの完全版についた動画の、あ、<laughs> ついたコメントで、 えっと、H マスターから、えー、足の使い方について質問させてください、えー。スピンサーブのところで説明がありますが、えー、スライスなど、えー、他の場合も足の曲げ伸ばしでは同じでしょうか、えー、ご解説いただけるとありがたいです。で、はい。えっと、トスを上げた時に股関節を畳たたんで、えっと、振り出しの時に、えっと、胸を上げていって、打球するっていう足なんですけど、まあ、これは、えっと、どのサーブでも一緒なので、えっと、練習していただいていいと思います。 えっと、ぜひ。で、スピンサーブが一番難易度は高いと思うので、えっと、スピンサーブが一番頑張らないと、習得しづらいかなと思ってます。じゃあ、えっとですね。昨日のスキラジについてのコメントで、ね、マックさん。初めて投稿します。えー、クートテニスを昨年より実践し始めた、えー、テニス歴40年超の、えー、アラカンの男性です。ヤイロコジの一挙手一投足、 えー、大変感銘を受けております。古、え、典、ー、スイップスが治った、ラケットプラス腕の重さ、プラススピード率、えー、ミスをしにくい、怪我もしにくいフォーム、棒立ちで打っていい、などなどのキーワードが自身の心に、えー、あ自身の心の金銭に触れ、えー、実践に至ることになりました。おかげさまで、長、え、年、ー、関節の至るところに装着していたサポーターから卒業することができました。ということで、はい、それ良かったです。もうサポーターつけてね、やるっていうのは嫌ですよね。 まや嫌というか、まあ、安心感あるかもしれないですけど、ない方がいいよね、みたいな、えー。自分自身の動画を撮影したところ、なかなかエロチのようにはいきません。頭ではある程度動きを理解しており、鏡で見る限りある程度できているように見えると思うのですが、えー、動画では残念ながらできていませんでした。まだまだです。えー、1点質問があります。地元のテニスの仲間から肩を視点に打つ方法も指摘され、えー、肩を痛めるから体幹で打つ方がいいとアドバイスされました。確かにプロの力はそうなっているように、えー、見えます。 自身は肩を支点に打つことで楽に打てるようになったので体幹あまり意識、えー、し,しなくてもいいように思います。えー、お考えをお聞かせていただくとお願いいたしますので。えっと、これですね。えっと、じゃあちょっとそのテニス仲間に言っていただいて、あの、肩を動かしてるってこれ胸動いてるからこれ体幹使ってるよって <laughs> 言っていただいていいかなと思うんですけど、えっと、ただですね、実際にこう、まあ指摘されたかもしれないですけど、あの、じゃあ俺はこのフォームのおかげでサポーター外せるようになったんだよって言っていただければ。 前はね、その、じゃ前は逆に体幹使おうと思ったんだけど、サポーターつけないと痛くてできなくて、えー、っと、この打ち方に変えてサポーター必要なくなったから、今こっちはいいんだよね、みたいな、まあさらっとそんな感じで言っていければいいんじゃないかなと思ってます。いつかやひろコーチの、えー、自家コーチングを受けることを考えています。その際はよろしくお願いいたします。えー、また投稿させていただきたいと思います。ということで、はい、あります。マックスさんはあれですかね。 どこの方なんだろう、どこの方かわかんないですけどはいまあ今もう毎月県外から何人来てるかな何人もたくさん来てるんではいえっ、ー、と是非えっ、ー、と言っていただければじゃあ次はですねズラウナギ太郎さんから優勝者の長井さんも伊藤潤さんに入り口だったんですねえー、毎年優勝者と準優勝者はエクストラステージで潤さんにチャレンジってなったらいい面白いなってことで確かにですね面白いですよね,ね 去年は確かバボラの、なんかラケットの死だかいみたいな、それで伊藤潤くんと、えー、熊谷が、えっと、一緒にラリーするみたいな感じですけど。やっぱね、試合したいですよね。はい。どうせやるんだったら。えっと、昨日の、セいさんの熊谷との試合ですね。えっと、ズラウナギ太郎さんから最後のトークの場面、城南オープン優勝常連の宮原さんもいらっしゃる。はい。えっと、宮原くんはあれですね。えっと、宮原くんはよ、 一回戦で負けて、コンソレで優勝になったので、えっと、同じ決勝まで、なんすね。決勝まで言ったら宮原君もいたので、最後一緒に練習しようみたいな感じでした。えー、つわもの5人の絵面はかっこいいです。しかし、えー、八重田さん、その状態で3-1リードするってえげせないですね。なんとか届いてるフォアハンドはすん、すんごい鋭い、素晴らしいですけどね。はい。そう言ってるで、あります。いや、やっぱね、やっぱ、伊藤熊谷ペアはすごいですよね。はい。もう、なんだろう。 すごい、かん、うん、なんかもう、なんて言うかな。なんか言葉は見つかんないですよね。やっぱすごいの、すごいよねって感じです。じゃあ、えっと、KK さんから、えー、もう初めから釣ってるじゃないですか。限界でもあんなフットワークできるんですね。えー、ナイスファイトスってことで。はい。もう、ふくらはぎがやばかったので、えっと、上に向かって伸び上がると、ふくらはぎがやばい。下に向かって落ちないとと思って、股関節を折りたたんで、こう、沈みながら、まあ、例えば、フォアハンド打ってみたり、スライス打ってみたり、 えっと、とにかく上に上がんないようにって頑張ってました。もうサーブするとやばい。もうサーブはとにかくジャンプできないから、サーブはもう突っ立ってて、ストロークは全部沈みながら、もう全部下って思いながらやってましたけどね。じゃあ次、えっ、ー、と、M スナフキンさんから、えー、杖、いやらしい、術中にはまる、強さはわかりますね。やってみないとわからない。見てるだけじゃわからない。もうやりたくない。えー、自分が信じられなくなってくる。自分のことを疑っちゃいますよ。ジュニアで初見で、えー、勝てる人はいない。 えー、高校生でも相当なやつじゃないとはめられる。えー、が浮かない絶望。えー、6試合戦って限界に達した時の集まってくれた、えー、主催者と優勝者の語る感想の言葉。どれも八代さんにとって最高の褒め言葉。最高の疾風役ですね。えー、お疲れ様でしたそで。そうですね。あの、本当あのー、そう言ってられる間、あのー、幸せですね。誰が言うかっていうのも結構大きいところですからね。はい。そんな感じで。まあ、ちょっと。 まあ、それを糧に、今度は頑張るぞということで、えっと、今後の、なんですかね、こう、やる気のな、なんていうかな。はい。まあ、頑張っていきますけどね。じゃ次、えっと、谷実さんから、結構いい感じの試合運びだったと思うけど、仕方ないですね。怪我したら元も行ないので、次回頑張ってください。え、怖いよくいないなということで。いや、怖いよさんは、あの、一番最初に、早かったですね。ましたね。映ってなかったのかな。えーっと、 そうそう。とにかく怪我しないことをね、考えて、えー、やりました。もう、ふくらはぎはもうやばすぎて。はい。じゃあ次、えっと、ナイチェさんから、えー、楽しい試合だっただけに、えー、あ、試合だっただけに、えー、続行断念が悔しかったでしょうね。まあ、機会があることを願います。続きは見たいです。え雑、ー、談、か、えー、風音に、風の音に消されてあまり聞こえなかったですが、楽しそうでした、ということで。はい。まあ、さっきのあの、スナフキンさんのコメントが、 雑談で喋ってた感じの、あれかな、内容から。じゃあ、秀夫さんから、懐かしい、当たったことないけど、同世代で衝撃を受けたプレイヤーの一人、そんな方と試合できて幸せですね、ってことで、ね。はい。そうです,です。やっぱね、こういう、なんていうかな、まあ、本当、久しぶりに試合するのが、もうすごい嬉しかったですね、まあ。やれると思わなかったので。それこそ彼は、あの、僕の左利きのライバルとかにも、あの、左利きの、なんだっけ、えっと、いつやったっけ。この前の,あの新大連決勝でやった彼にも、 あの、熊谷は8、2ぐらいかな。8、2か8、3か忘れましたけど。はい、結構、がっつり、ちゃんと勝ってるんで、やっぱ強いよね、と思いながら。僕も頑張ります。えー、っと、じゃあ、ドンさん、えー、好き店主さんのお友達、えー、つわものばかりだおう、ってことで、ね。そうですね。まあ、あのー、僕の知り合いは、福岡よりも、関西とか関東の方が多いので、まあ、みんながこう、一緒にこう、コラボできる時があったらいいな、とか思ってますけどね。 えー、コワヨさん、ありがとうございます。コワヨさんとドンさん、いつも、はい、最近もコワヨさん連勝ということで、はい、ドンさんよろしくお願いします。じゃあ、次が、昨日のスキラジので、ドンさんの雷ドーンと、H マスターで、えっ、ー、と、極力と、あ脚、脚力と体力を自分でつけてください。えー、脚力は予測である程度カバーできるけど、のようなお話でした。えー、体力はスタミナかと、 思い聞いていましたが、脚力は対応スピードの意味でしょうかということで。そうですね。あの、そう思っていいです。体力というのはもう単純にもう、あの、スタミナ、スタミナですね。もう疲れたらあれなんで、疲れないように、まあ皆さん頑張ってください。でも脚力はあの予測によって、体の動きによって、えっと、疲れず、なるべく疲れず早くは移動できるので、そのフットワークの動画あるんですけど、なんかあんま再生されなさそうで、上げてないんですけど、えー、あさってぐらい上げてみようかなとか思ってます。 シンジさんから、えー、親、ドンさんもコワイさんもいないってことで、はい。ドンさんとコワイさんはスきラジではなく、夜の投稿で、えっ、ー、と、必ずさん、あの、早く出てきてくれるので、はい。好きラジは、あの、そんなあれ、来たり来なかったりとかですね。えー、っと、じゃあ、伊藤淳、VS 伊藤淳っていう動画についてコメントで、えー、井出ろさんから練習試合とはいえ、矢宏さんは、 コロナの格上選手とやると普段の安全運転からリスクを取らざるを得ないからか、さらに良い,いテニスをしますね。普段の負けないテニスもすごいですが、このくらいのテニスをベースに公式はやはり難しいのですかってことで。えっと、これは単純にプレッシャーがあるかないかじゃないかなと思うんですよね。まあ、例えば伊藤潤くんとやったり、まあ、熊谷とやるときはもう、いったい負けてもいいやじゃないけど、まあ、練習試合だからっていうのもあるし、格上だからっていうのもあるので、えっと、まあプレッシャーが少ないので、 どちらは本番の試合の方が負けちゃいけないっていう気持ちが強くなりすぎるので、うん、どうにかしたいなと思ってます。頑張ります。じゃあ次、KK さんから、二人ともかっちょいいっす。伊藤さんの、あ、伊藤さん最後の方、四国になってプレーに厚みがありましたね、ということで。そうそう、あのー、最後の方、なんて硬くなったんですよね。あー、ミスしないなーって思って、はい、そんな感じで、えー、っと、厚みが増したと思います。じゃえっと、サーブ、基本を抑えて安定サーブを手に入れろっていう動画についたコメントで、やじろべーさんから、 えー、3年くらいバックスイング、ああ、3年、ん長い間、三年くらいバックスイングの時の肘の高さに悩んでおりましたが、おかげさまなき、お,けおかげさまで今日分かりました。これを機に明日からまた練習します。余談ですが、顔の前での弾き方は最近、リバーキナー選手がやっていると思います。彼女は今年中にはナンバーワンになるだろうと思いますので。なんだろうこ,こういう感じ本当かね。最近の、ちょっとテニス選手、ちょっと分かんない。 全然わからなくなってきました。えっ、ー、と、ちょっと置いてかれないように勉強します。最後、えっ、ー、と、今より1.5倍跳ねるスピンサーブのコツっていうついてあ、についたコメントで、あずみこうやさんから、えー、今日動画の通りラケットを振ってみました。打点が右肩の上で打てればスピン。右肩より前ならスライスでした。いずれにせよ回転系のサーブを打てるのがわかりました。さらに練習ありがとうございますので、よかったです。動画を見ただけで打てるようになったんだったら、それが一番いいので、えっ、ー、と、 僕もあの、そういうコメントいただいて嬉しいです。はい。そんな感じで、えっと、コメントは全部読み終わったかななんかあの、たまに、コメントしてくれてるのに、読んでくれてないっていう方いるのすよね。その、ブロックしてる方もいるかもしれないですけど、単純になんか通知が来ない人もいるので、もし通知が来てなかったら、なんかもう一回、あのー、コメントいただければ、あの、読んでいこうと思います。そんな感じで、えっと、今日の動画は終わります。えー、一日頑張りましょう。ありがとうございました。